皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校2年生の算数、新しい計算を考えよう、掛け算の3時間目と4時間目の内容です。まずは、前回までの復習をしましょう。皆さんは、掛け算を勉強しましたね。掛け算は、 一つ分かけるいくつ分の式で全部の数を求めることができる計算でした。それでは復習をしてみましょう。観覧車に乗っている人の数を掛け算の式で表してみましょう。観覧車1台に乗っている人の数は た人、観覧車の台数が6台なので2、2×6 となります。それでは、教科書の134ページを開きましょう。四角3を読みましょう。問題。 次の掛け算の式になるように。おはじきを並べましょう。丸1の問題だけ一緒に確かめていきましょう。3かける2になるようにおはじきを並べます。おはじきがない人は紙に丸を書いてみるだけでも同じようにできると思いますので、そうしてみましょう。 一つ分になる一とまとまりといくつ分が正しく理解できていますか一とまとまりになるのは3ですね。3の塊が一つ分となります。これが二つ分なので2つくくります。理解できましたか それでは2から4までやってみましょう動画を止めて問題に取り組みましょうそれでは解説をしていきます2番 4×3 なので4の塊が3つ分ですね 丸3番 2×52 の二の塊が5つ分ですね。四番 6×26 の六の塊が2つ分ということになりますね。では次に鉛筆問題に取り組みましょう。 青井さんが並べたおはじきをかけ算の式で表しましょうさっきとは逆で並んだおはじきをかけ算の式に表しますひとまとまりをどう作るかによって式が変わってきますそれでは動画を止めて 問題に取り組みましょう。答えは。七かける二。または。二かける七です。七かける二の場合は。おはじきの。横の列を。ひとまとまりとして。それが。二つ分。となります。 2かける7の場合はおはじきの縦の列をひとまとまりとして7つ分ありますでは鉛筆問題4に取り組みましょう先生がおはじきを並べてみます皆さんはそれをかけ算の式で 行ってみてください4の塊が2つ分なので 4×2 となります では次はどうでしょう3の塊が3つ分なので となりますかけ算の式になるようにおはじきを並べたりおはじきの並べ方から掛け算の式を作ることができましたかそれでは今日学習したことの振り返りをしましょう。ノートに 自分の言葉で書いてみましょうこれで三時間3の内容を終わりにします。それでは四時間目の内容に入ります。皆さんはもう掛かけ算の式について説明できますか掛かけ算は一かけるつ分かけるいくつ分つ分 で表すことができることを勉強しました。教科書134ページの写真を見てください。教室にある机が並んでいる様子です。まずはこれを掛け算の式に表してみましょう。2つずつ並んでいる机が3列ですから、2かける3となりますね。 今日は身の回りから掛け算の式になるものを探してほしいと思います。問題。身の回りから掛け算の式になるものを探してカードに書きましょう。先ほどの机の問題は 2×3 でしたので、右側にあるカードにはこのように記入します。 先生がいくつか用意ししてみました。これらを掛け算の式に表せるかチャレンジしてみましょう湯飲みの写真を見てください湯飲みの数を掛け算の式にしてみましょう湯飲みが4つずつ3つの棚に入っているので 4×3 となり 湯呑みの数は十二個となります。スリッパの写真を見てください。スリッパは二つずつ。五段分入っているので。二かける五。となり。スリッパの数は。十個となります。傘の写真を見てください。傘は。二つずつ。四つの仕切りの中に入っているので。 2かける4となり傘の数は8本となります4時間目の内容はこれで終わりです今日学習したことの振り返りとして身の回りで掛け算の式にできるものを進んで探すようにしてみてくださいこれで茨城オンラインスタディー小学校2年生の算数 新しい計算を考えよう、掛け算の3時間目と4時間目を終わりにします。皆さん、さようなら。